こちらね、豆田、みゆき通りですね。左側が板屋さん、板屋本家、うなぎ屋さん。やっぱうなぎが多いですね。こっちあんまりっていった感じかな、お店は。やっぱりさっきの、なんだっけ、上町通りの方がなんかメインって感じがしますね。草の本家、江戸時代有料のなんか施設、重要文化財、600円。ちょっとしますね、お高い。江戸時代の玄関、でこっちの左側がね、日田天領資料館で、ここ右行ったら広瀬資料館とかねがあります。で向こう、こっちが上町通りですね。この通り結構賑やか、広瀬資料館がある通りが。で日田資料館でしょ。ここ320円ぐらいだったかな。有料施設がいくつかあって、ここも有料施設、ここと広瀬資料館も有料で、右側が豆田まちづくり歴史交流館、入館無料。あ、この辺もなんか昔の町並みというか、江戸時代と江戸、こっちカステラ、江戸時代の建物もあれば。でね、この草の薬局のこの角を入った先にあるのが日田醤油の本店なんですよね。ちょっと分かりにくいんですけど、お土産物とかにね喜ばれるパッケージで人気のお店ですね、日田醤油。はい、ここちょっと分かりにくいんですよ。草の薬局の角、もうちょっと歩きましょうか。やっぱりお店は向こうの上町通りの方が多いな。うどん、ぜんざい、あ、ここもご飯食べるみたいですね。田舎庵で、羊羹、あ、すごい歴史を感じる。あ、こんにちは。羊羹屋さん。ご飯食べました？はい、ここはなんて店だ。豆吉もつ焼きラボ。あ、次来たらこれ食べよう。お、もつ、味噌もつちゃんぽん、ええやないですか。ええやないですか、ここ。あ、いいな、ここ。あ、これ食べたらよかった。ここが蕎麦屋さん。この奥が蕎麦屋さん。草八？草八？こんな感じかな。あと見どころとして、あ、お酒屋さん、見どころとしてやっぱり外せないのがここですね。日田の町、あの、ひな飾りが有名みたいですけど、ここのね、ひな御殿っていう、これも日田醤油のお店なんですけど、ひな御殿の奥にね、ひな人形のギャラリーがあるそうでございます。ごめんなさい、無料やと思ったね、これ。有料でした、すいません。すごい、撮影 OK だそうで、これなかなか見応えありますね。これ300円なんですけれども、ぜひともね。ああ、すごいね、江戸時代のひな人形。あ、この奥もあるんや、すごーい。あ、靴脱いで、なるほど。おお、すごい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 。皆さん、ぜひともね、日田豆田町に来たら、こちらのね、ひな御殿の、あ、ここもすごいよ、ひな御殿の
ひな人形をね、見に来てください。ここもすごい。すごい。マジか。すごい、すごい。すごすぎる。これはなかなか見応えあると思いますよ。300円の価値はあると思う。ぜひともね、お越しくださいませ。さらに奥のケースには、ひな人形の原型と言われる大立ち。はい、今ね、ひた醤油のね、ひな御殿さん見てきましたけど、すごかった、これ。写真ビデオ OK で、日本最大級のね、常設の十段飾りの、ひな飾りとかね、いや、すごかった。これはちょっとね、300円の価値ありますよ。入り口がね、見通し悪いんで、なかなか中の規模がわからないから入る人少ないそうなんですけど、あれは見応えありましたわ。これはすごかった。ぜひともおすすめ。あと、ここにもね、蕎麦屋さん。蕎麦屋って書いてる。蕎麦屋本店。蕎麦屋っていう蕎麦屋さん。あとはもう川に出てきたからもうここまでかな。ここ右行ったら、あれですよ。郡長酒造さんなんで。はい。ここがもう三幸通りの端っこですね。はい。じゃあね、こちらで。あ、もうそこがね、郡長酒造って見えてますけど。はい、こちらがね、北の豆田町のね、豆田三幸通りでした。